どうも、奈良こみのたかです。今回は奈良県奈良市富雄で一度食べると何回もリピートしたくなる超人気の韓国料理屋さんがあるということで調査に行きたいと思います。実は以前オープン前の午前中に予約電話をしたのですが、当日ということもありすでにいっぱいで予約が取れず、1週間後の本日で予約を取らせていただきました。富雄といえばラーメンというイメージがある方も多いと思いますが、ラーメンに劣らずこちらのお店も人気ということで、期待を込めて早速行ってみたいと思います。今回お伺いさせていただいたのは奈良県奈良市富雄元町にある韓国料理春川さん。店内はジャズが流れたおしゃれな雰囲気で、テーブル席カウンター席がございます。奥には半個室席もあり居心地も抜群。もうね、細かいところに力入ってるよな。ああもうこういったね、これ作品に関しても奈良県の画家の人が描いてたりとか、あとおしぼりのこの大きさ、これとかこれ気になるよな。これね、今度ねここで鍋とかするときやんな。そうそうそう、一応ランチメニューになるんですけど、安いな、結構リーズナブルだよね。めちゃくちゃなんかこの敷居高そうな雰囲気のお店なんよね、ほんまにおしゃれな。このはるかのダッカルビヒルゼンであったりとか、石焼きビビンバヒルゼンとか、ビビンバ丼とか、それとスンドゥブとかもあるし、あと本日の限定ヒルゼンっていうのもあるらしい。こういったコースがあります。これ2400円なんよ、ね、全然手が出せるコースやな。こういった駐車券割引サービスもあるらしい。駐車券1枚でランチデザートサービス、サービス1枚で4名様までやって、すごで、こちらがグランドメニュー、夜のメニューでありますね。海鮮アラカルト系やね。いいね。お、意外にあれやな、サーモンのカルパッチョとか780円だからね、もっと高いんやと思ってた。あと揚げ物炒め物もあるし、あであれやお子様ランチとかもあんねや。そうなんや。350円。あ、おむすびね。あ、キッズおむすびか。あ、でこっちがお子様ランチはこれ650円。良い子のプレートやって、でビビンバとかももちろんありますよってところ で、 いいですね、ダッカルビもありますよと。鍋もあんねんな、ハリハリ鍋。あ、サムギョプサル、これは人気やわ。あ、ジンギスタン ね、 ね。でまさかの長野県産もつ鍋なんかもあんねや。スンドゥブチゲ鍋とかチヂミとかもあるし、でこういったコースもあります。安っ、2600円からあんねや。2人前からの注文、トリミコースあったら1700円。何選んでいいか分からへんって方はもうこれでな。でこれが限定メニューやって、でこれ余ってセンベロできるやん。アテ3種とビール、めっちゃいいセンベロやん。あんねやそんな看板料理として、2種のチーズダッカルビ。注文なんですけど、この春川ダッカルビヒルゼンを1つと、あとこの石焼きビビンバヒルゼン1つで、はい、以上で。ご飯かおうどんか選べますが、どう食べますか。おー、ご飯でしたら一緒に食べてもらってもいいですし、最後に締める雑炊みたいにします。あー、なるほど、じゃあご飯でお願いします。ちょっとね、真ん中でね、差し入れが蓋の方が、あー、なるほど、ありがとうございます。紙エプロンだけやっぱり、ありがとうございます。あ、来たね、こちらで扱える。はい、昼からこれはすごいな。贅沢、贅沢なランチが1000円ちょいでいただけるっていう、うん、やばいな。ダッカルビのキムチご飯、ね、ああ、ありがとうございます。一応ね、おかわりできますので、はい、足りなければおっしゃってもらう。あ、わかりました、はい、あとスープ、お味噌全部足せますので、はい、辛さとかも足りなかったらまた声つけてもらったら。わかりました。激辛にもできますから。ありがとうございます。ありがとうございます。激辛。ぜひ激辛やりたい方は頼んでみてください。いただきます。めっちゃうまそうやな。やばい。まずはじゃあこの鶏肉の方からいただきます。うまっ。すごいぞこれ。ストレートに辛さがガツンとくる感じじゃなくて、ほんまになんかこの上品な広がり方というか、なんか日本人の口に合わせてくれてるのかな。で鶏肉もね、もうほんまに柔らかくてふっくらとしてて、めちゃくちゃ美味しいわ。ポンちゃんも食べたい、ね、でも後から結構口の中でその辛さが広がっていく感じはあんねんけど、でもなんか痛いっていう感じが少ない気がする。
いや、じんわり辛さが広がっていくねん、口の中に。じゃあ、温まる感じの。そう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 、美味しい。トッポギもいただきます。うん、もっちりとしてるトッポギで、でもべちゃっとはしてないよ、これは。すごいし、キムチご飯やん。キムチご飯。うん、辛、甘いって感じ。うわー、でも辛い。一気にガーンとね、あの白菜キムチの辛さがきますわ。この白菜もシャキシャキで美味しいしな。これはやばい、めっちゃ進むわ。わさび菜のナムル、これ。わさびの味するんかなと思ったけど、そんなんしひんな。魚みたいな。うん、なんだろう。この辛いの食べた後に、なんかすごいこう口の中調整してくれる感じ。じゃあ次は石焼きビビンバの方をね、いただきたいと思います。うまそうやな、これ。めっちゃうまそう。うま、これ。おこげカリッとしてて、うん、なんか思ってたよりさ、うん、辛さがガツンとこうへんな、やっぱこれな、はい。うん、食べやすい、ね、めちゃくちゃ食べやすいし、具だくさんやからね。うん、シャキシャキした食感もあって。そうやな、この おこげのね、カリッとした部分と、うん、お米もなんかふわっとしてるよね、意外に。してるな。焼肉屋さんとかで食べるさ、石焼きビビンバでさ、タレとかこう、あのコチュジャンとか豆板醤の味がこうガツンときてる感じ。あとなんか自分で入れる系もあるから、入れすぎてネバッとしちゃうとこもあるけどここはもうそんなん一切なくて、めっちゃ美味しいし、なんか上品な石焼きビビンバって感じもするよね。もちろんやねんけど、ムラが一切ないし、トゲトゲしくないねんな。食べやすい。スープかけようかな。なんかしかも自分で入れれる量調整できるから、僕はね、あのジュクジュクすぎひん、ちょうどいい塩梅で2杯ぐらい入れましたね。これうまい。うまっ。最初から入れてもいいレベル。それぐらいうまい。甘さ感じられんねんな、キムチの。コクが広がってるね。なん、めちゃくちゃ美味しいっすね。焼肉屋さんの韓国料理とかはまあ食べたことあるんですけど、こういった韓国料理っていうお店は今まで結構いろんなお店行ってるんですけど、あんまりなくて。でもね、だいぶ日本人好みの感じになると思う。あ、でもそれがだから多分すごく食べやすくて、食べやすい。すいません、お忙しい中ありがとうございます, ございます。じゃあこちらデザートも届きましたので、ね、食べたいと思います。まず僕の柚子シャーベットの方がいいね。うん、めっちゃさっぱりしてるわ。さっぱりできるからほんまに辛いの一切なくなるわ。ゆず茶とか初めて飲むわ。あ、そうなんや。うん、おー、めっちゃうまいやん。なんかもうお茶じゃないな、もうゆずのジュースみたいな感じやな、どっちかといえば。砂糖の甘さみたいな一切なくて、なんかほんまになんかこうすっきりと飲める感じの。冷たいの美味しいやん、めっちゃ。うん、おん茶の方が黒ごまというところで。黒ごま美味しいわ、めっちゃ濃厚な黒ごま。なあ、なんかねっとりしてんな、ねっとりしてる。でもどっちにしてもこのゆず茶はついてくるらしいから、中作権なくても。あ、そうやね。だこれで多分もう消えるんやろな、辛さが。最後まで美味しくいただくことができると。ゆず茶うまいな、ゆず茶。大満足、激うまでした。詳しい感想は後ほど。奈良コミ。はい、てなわけで韓国料理春川さんの方でランチいただいたんですけども、うまかったですね。辛うまーということでね。まずこちらの店なんですけども、2014年にオープンしたお店になっておりまして、まあ、9年目になるんですけども、外観見る感じね、結構敷居の高そうな雰囲気あるんですけども、メニュー表見てみるとね、わりかし手が出しやすい価格帯で気軽にね行けるお店なんやなっていうのを感じました。今回実はね1週間前にねアポと一緒にね予約させていただいたんですけども、もう食べ終わった12時頃にはもうね予約席で満席ですっていう感じの張り紙も貼ってあったぐらいね、ほんまに人気のお店で、だからこそね、これはね、ぜひ皆さんにも予約していってほしいなと思います。今回、おんちゃん初めて行ってみて、いかがでしたか？いや、もう美味しかったね。うまかったよ。美味しかったし、居心地も良かったし、うん、やっぱあんま普段ああやってさ、韓国料理食べる機会なかなかないから。そうやんの？ね、あれを昼からね、楽しめるっていうのはね、ちょっと貴重なお店やなって思ったね。メニューもまだ他にもあったし、日替わりとかやったらな、牡蠣のスンドゥブとかがあったりしたんで。そうなんや、うん、それもすごい気になったし、ワインとかもね合うし、なんかすごいそういった記念日とかでも使えるようなお店でもあるし、いろんな局面でね使い勝手のいいお店だなと思いましたね。駐車場なんですけども、こちらお店の横に広いパーキングがございます。駐車券はねサービスなんかがあるので忘れずにね持って行ってもらえたらなと思います。調査の結果なんですけども、ジャズなんかが流れてておしゃれな雰囲気の中でいただける韓国料理屋さんで、お値段もリーズナブルですし、味付けもね日本人の口に合わせてくれてて、辛すぎずでも辛さも感じられて、
めちゃくちゃ美味しかったです。予約は必須のお店になると思いますけども、ぜひ予約して行ってもらえたらなと思います。ということで今回はこんな感じで終わりたいなと思います。他にもいろんな情報等を知りたいと思った方はチャンネル登録、高評価、ベルマークの方ポチッとお願いいたします。あとツイッター、特にインスタの方もやっておりますので、フォローの方とお少々お待ちしております。本日のおんちゃん雑学。ダッカルビってそもそもどういう意味か知ってる？わからんくてさ、なんか僕がイメージしてたダッカルビとちょっと出てきたの違ったからびっくりしたんよ。そうやね、うん、実はタっていうのが鳥を意味する言葉 で、 ほうで、カルビがアバラ骨。あ、そうなんや。だから骨の周りの肉を食べる鳥料理っていうことらしい。じゃあルフィとか食べてるのダッカルビや。次回のところでしましょう。バイ。そういうことわからん。でもまあでもそういうことなんやな、大雑把に言えば。まあでも鳥料理ってことやね。